はい、英会話アレルギー克服専門の英会話講師大西です。今日はやめたい習慣をやめる方法をお伝えしたいと思います。やめたい習慣をやめる方法です。今ですね、英会話学習をされていらっしゃるあなたは、どうでしょう、日々の生活の中にうまく英会話学習を取り入れられていますか？日々の暮らしの中に、毎日の暮らしの中に英会話学習を取り入れられていますか？英会話学習はですね、日々の習慣に落とし込むのがとても大切です。歯磨きレベルで日々の習慣になっている人は必ず成功します。なので日々の習慣、歯磨きレベルに落とし込めるかどうかが成功の鍵なんですね。はい、特に英会話初心者の時代はできるだけ早く終わらせた方がいいんですね。この期間が長いと挫折しやすくなります。なので英会話初心者の時代に早く終わらせるためにも、英会話学習の習慣作り、自分の生活の中に歯磨きレベルで落とし込む体作りをしておくというのがとても大切になります。では日々の生活の中に歯磨きレベルで英会話学習を入れるっていうのはどうでしょうか？皆さんできてますでしょうか？これはですね、できるんです。全然できるんですけど、ただですね、何かを捨てないといけないんですね。何かを捨てないといけないです。結構ですね、英会話学習が続かない方というのは、生活を全く変えずに今の生活にプラスして英会話学習をしようとされるんですね。今の生活にプラスして英会話学習をされようとする、これはもう鼻息荒くやる気がある数日間とかしか持たないんですよね。はい、だってそれは普通無理なことだからです。1日24時間って決まっていますよね。睡眠時間も必要です。そしたら今までやっていた自分のルーティンの、ね、時間の使い方っていうのがあるわけじゃないですか、ね、そのどこも削らずに英会話学習を新たに入れるなんてことは不可能ですよね。なので英会話学習を歯磨きレベルで入れたいのであれば、入れることが必要なんですが、入れるとすると何かを捨てないといけないんですね。まずはご自分の日々の、ね、時間の使い方の中で無駄なことないかなっていうのをまず探す必要があるんです。そこから始まるんですね。例えばだらだらテレビを見てる時間とか、だらだら SNS をやってる時間とか、そういった自分にとって別にいらないんだけどなっていう時間ってないですか？これ結構ちゃんと洗い出せばあると思います。もちろんすごい楽しみにしてる番組があってこれを見たいというのはいいと思うんですよね。でも別に見なくてもいいテレビとか、見なくてもいい SNS の時間とか、そういうのってないですか？そういうのを捨てるんです。何かを捨てないと英会話学習の時間は入れないので、入れないから無理やり入れてるので睡眠時間を削ったりとかすると続かないですよね。そしてパフォーマンスも悪くなります。睡眠はやっぱり大切なので、ちゃんと確保された方がお仕事もうまくいくし、英会話学習もうまくいくし、あと気持ちが、メンタルがいいですよね、やっぱり。なので英会話学習を成功させるには、継続させるにはですね、今やってる中、習慣の中でいらないものを捨てるということが必要になるということですね。まずこれが一つ。で、私だったらそれはテレビだったんですね。私は前はテレビよく見てました。全然テレビ見てました。はい、もう朝起きたらすぐテレビつけるって感じでね。はい、もうテレビも私結構でっかいのを買ったぐらい、テレビが結構大事な人だったんですよね。大事というか、生活の中に溶け込んでる人だったんですよね。でもこの数ヶ月テレビを全くつけてないんですね。電源すらつけてないです。で、去年ぐらいから、テレビ自体はもうこの番組を見たいからつけるっていうのはあるんですけど、基本的にあんまり見なくなってるんですが、もう今は私スペイン語を始めたので、スペイン語を始めたことにより、ね、お仕事もしながら生活は一緒なんですよね。
スペイン語の学習の時間を入れようと思ったらもうテレビ見ないしかないんですよ。テレビを見なくなるしか、うん、で私がやったことなんですけどね、これね、アラ行がいるんですよ。ただ気持ちだけでテレビは見ない見ないって思っててもなかなかできないんですね。なのでもうリモコンをですね隠しちゃいました。つまりリモコンをですねもう届かないところに置いてるんです。うん、もうテレビ の, あの後ろ裏の方にもなんか撮るのがめんどくさいところに置いてるんですよ。そしたらね、びっくりなことにつけなくなりました。めんどくさいからです。うん、またはテレビのコンセントを抜いておくのもおすすめです。もうめんどくさいからわざわざコンセント挿してテレビ見るのだから見なくなります。もうおのずと、まあ、そんな感じでリモコンを隠した途端私テレビもうめんどくさくてつけるのがめんどくさくなっちゃってもう見ないのが普通になったんですよね。そしてこの3、そうですね、スペイン語始めてからだから2ヶ月か2ヶ月1回もテレビつけてないんですよ。うん、だからびっくりですよね。はい、これがやっぱり目の前に手元にあるとすぐついちゃうのでつけちゃうんですよね。だからこれ気分、自分のメンタルとあの気持ちとかやる気とかと関係ない部分で荒行でそういう仕組みを作っておくってことなんですよね。だから今までやってた習慣ってそれが自分にとって心地がいいのでやめたくてもやめれないんですよね。だからできないようにするっていうのが一番です。テレビだったら見れないようにするってことですね。見ないって決めるんじゃなくて見れないようにするっていうことですね。はい、なのでこね、リモコン隠すとかコンセント抜いとくとかそういうことですね。なのでまあ私だったらそれがテレビだったんですが、あのあなたの中でそういったねやらなくてもいいのになって思うところ、そこを洗い出してそこをやらなくていいような仕組みにして荒行で、うん、そしたらそこに英会話学習が入れれるはずなんですよ。そしたら続きます、無理せずに。はい、うん、そしてそれが心地よくなってきますので、まあ、そんな感じで、英会話学習っていうのは日々の習慣に落とし込むっていうのが成功の鍵です。なのでまずは自分の生活で無駄なとこはないか、それを洗い出してみてくださいね。はい、今日何か気づきがございましたらグッドのボタンを押していただけますと大変励みになります。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。